い、ガラスレイです。この動画では函館記念の予想をお届けしようと思います。が、ちょっとその前に先週のちょっとね、おさらいをしてみましょう。してみましょう。先生みたいですね。まず、七夕賞なんですが、結果がですね、1着がクレッシェンドラブ、そして2着にブラバス、3着にバンケドミンゴという結果でした。はい、皆様お気づきでしょうか。はい、この子たちね、3頭とも私が相手に選んだ馬です、ね、相手だけで決まってしまいました。そう、本命がね、次男坊だったんですね。で、次男坊以外が全員1着、2着、3着馬券圏内に入るというね、一番悔しい結果になってしまったんです。そうでね、番組で紹介した三連複と、あとは7番人気になった馬と7番に入った馬を七夕っていうことでちょっとお楽しみ馬券で買いますっていうことを言ったんですけど、なんとですね、その7番になった馬は、エアウィンザーだったんですね。そうで、エアウィンザーも単勝副賞と、あとはね、7番人気がね、結構直前まで結構ふわ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 してたんですよ。皆さんも見ました？そう、なんかね、そう、なんかバンケドミンゴになったり、あとね、ウィンイクシードになったりとか、結構ね、コロコロ変わっていたんですが、最終的にはブラバスが7番人気になりましたので、ブラバスの単勝副賞も買ってました。なので、そう、ブラバスはなんと2着に入ってくれたので、390円ぐらいだったかな、確か。戻ってきました。ありがとうございました、七夕さん、はい、ということでした。あとね、プロキオンステークスの予想は、その七夕賞の動画の最後の方に言ったんですけど、ちょっとギリギリまでちょっとこれは考えたいんで、直前にツイッターで出しますって言って、で、パッて出したんですけど、まあ、これもね、ダメでしたね。難しかった。っていうか、サンライズノバの59キロの金量っていうのがどうしても買えなくて、相手にも入れることが私はできませんでした、はい、あとはエアスピネルがですね、初のダートでね、頑張ってました ね、頑張ってた。いやー、でもそう、買えなかったですよねっていうことです。七夕賞のお話にちょっと戻るんですが、そう、本命は、次男坊だったんですけど、ちょっとね、次男坊ちょっと出負けをしてしまいまして、ちょっとね、前には行かずに後ろでちょっとそう構える形にしたんですが、ね、ダメでしたよね。いや、なんか出負けをした時点で、あっって思ったけど、ちょっとね、そこからちょっと前に行くのか行くのかと思いながらも、でもね、ずっと後ろでだったんで、ちょっと思ってた競馬じゃなかったなって感じでした。あとはね、クレシェンドラブはね、昨年2着だったので、まあね、おめでとうございましたという感じでした ね、 ちょっとね、ブラバスもね、なんかせっかくね、単勝副賞買ってたし、推奨馬でもね、紹介してたんで、もうせっかくもう次男坊ダメだったらもう買ってくれって思ったんですけど、一瞬前を一瞬先頭に立ったようにも見えたんですが、まあ、ちょっと悔しい結果、2着でしたね、はい、という感じでした。ではね、先週のそんな悔しい気持ちをちょっとぶつける気持ちで、この函館記念チャレンジしようと思います。で、この函館記念についてなんですが、ちょっとね、調べてみたんですが、この10年の間で一番人気の馬が1着になった馬というのは、皆様何といると思いますか、そうですよね、それぐらいだと思いますよね。でも実は1頭だけなんです。それが昨年のマイスタイルのみというね、すごいデータでしょこれで。どんな馬が勝ってるのかなと思って見てみますと、なんかね、めちゃめちゃ人気薄な馬が勝ってるということでもないんですよね。
そう、難しそうでしょう。そして2、3着になるのは下位人気の馬が多いという傾向にあります。この時点で、あ、もうこのレースは荒れるんだなっていう感じがしますね。そして成績がいいのはエプソムカップ組と新潟大賞典組らしいです。それから友江賞組は前走6、7、8、9着の子たちに注意というデータもございます。そしてなんと今年はね、その友江賞を前回走った子、いわゆる友江賞組ですよね、の子たちが6、7、8、9、9ちゃん全員登録されてるんですよ。そうなので、そのあたりも含めてちょっと予想してみようかなと思います。では今回本命に選びましたのはレイエンダです。前走はエプソムカップで本命にしていたんですが、大敗してしまいました。あ、大敗だった。でもエプソムカップ組は成績がいいということもあるし、あとはね、もうこれは期待も込めてるんですけど、あの函館のね 2000m で勝った経験をちょっとね思い出してもらって、でここでも巻き返してほしいという気持ちもさらに込めまして本命にします。はい。そして次に選んだのがプレシャスブルーです。この子は新潟大賞典で3着でした。そう、エプソムカップ組と新潟大賞っていうのもいいのでね。でもね、ちょっとね2ヶ月空いてるんですね、その新潟大賞典から。だからね、どうかなって思ったんですけど、でもね、その時の4着の子がなんとブラバスなんです、ね、もうブラバスといえばもう皆様、ね、記憶にも、ね、超新しいと思うんですが、そう、ブラバスだったんですね。で先週ね2着に来てたじゃないですか、ブラバスね。だからまあその2ヶ月空いてるというのも全然心配ないんじゃないかなと私は思いました。で、あのね、そんなブラバスがちょっと放送したことでさらに期待が持てると思いました。はい。そしてですね、友江賞のそのね6、7、8、9着だった子たちをちょっとね紹介します。ベストアプローチ6着だったのね。この子はちょっと外国サンバの血統がハマったらちょっと面白いなと思いました。そして次はレッドサイオン、この子は7着だった子ですね。で前走は一番人気だったんですよ、のにもかかわらず7着で、ちょっと悔しい思いをした子なんで、ちょっとねここは巻き返しに期待したいなと思います。そして次はね、ナイト・オブ・ナイツ、この子はね成績を見ていただけたらちょっとお分かりの通り、ちょっと金走の成績はちょっとよろしくないですよね。でもここは得意の舞台ですので、まあ、期待してみてもいいかなと思っております。そして次はドゥオーモです。ドゥオーモね、ちょっとね言うて9着ってちょっと負けすぎない気持ちがあったんですが、でもね今回筋量がマイナス3キロということもありまして、ちょっと今回はやってくれるのではないかなと思いました。では買い目ですが、今回は本命のレイエンダを三連複の一等軸に選びたいと思います。そして相手が5頭の三連複合計10点。そしてですね、なんと今回のこのレースでベイホーロマンスがちょっとラストランになるということをちょっと聞きましたので、ベイホーロマンスの単勝複勝1点ずつで三連複と合わせて合計12点で的中を狙いたいと思います。はい、ということで函館記念ちょっと難しそうですがね、ここでそろそろちょっと的中させたいなというところでございます。皆様の予想はどうなったでしょうか、またコメントでいろいろ聞かせてください。では今週はですね、中京記念の予想動画も公開されると思いますので、よかったらそちらもご覧いただけたら嬉しいです。では今週も皆様からのチャンネル登録お待ちしております。ではまた来週お会いしましょう。五十嵐レイでした。今週もありがとうございました。